ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回はジョーブレイカーという最新作のホラーゲームをやっていきたいと思います。今回はね、経済崩壊した世界、世紀末で物資が枯渇しているんですね。その物資を取りに行った先でどんな恐怖が待ち受けているのか、サバイバルホラーとなっています。まあそのね、入っていく中には、とんでもない化け物もいます。出るにはこいつをやるしかないと。まあそんな世界をね、旅していきます。このホラーゲーム。ジョーブレイカーをぜひ最後までお楽しみください。Are you ready for this? If I say no, can I come back inside? はい、入りましたね。I'm in now. Time to show my worth to the new crew. 新しい乗組員に自分の価値を示すとき、まあギャングの一員なんですね。で、物資が枯渇しているのでミッションをこなしていきましょうっていう感じなのかな。はい。お。Nice and early.I'll have enough time to do this and be back in the bunker before sundown. 日没までに戻りましょうと。どんなミッションなんだろうか。まだ詳しくはね、ちょっと分かってないんだけど、とりあえず進んでいきましょう。ラジオで連絡を取っていくけど。Not really.どこ行くか知ってるかって知らないよって。5階にあるヘンゼルを取りに行く。出る時の GPS ナビゲーター、私はそれをプログラムできると。新しいギャングが下の階に隠れた GPS ナビゲーターのヘンゼルを手に入れようということで。ヘンゼルとは何かって話だな。とりあえず入れるとこ、あされるところを見てみましょう。何があるのかな？あ、なんかある。あ、これが GPS か。警察署が放棄された理由を調査し、物資を略奪する。今もう、世紀末みたいな状態になっているので、ってことだね。あ、1番。はいはい。なんかあるな。これが GPS レーダー。開きましたね。今度は向こう側か？じゃあ反対側だな。どんどん下下がっていくしかねえのか。あ、開いてるな。エレベーターがあって。なんか近くなってきてるけど、ここは開かないんだ、ゲート。はい、あ、なんだこれ。ヒューズだ。必要な分だけの燃料を節約する必要がある。ゲートに接続されている発電機はオフになっている。誰か出入りを必要がある場合、スイッチを入れて再びオンにする。当然のことでしょう。で、なんだ、バルブ。あー、パワーがないよって。この奥に行きたいんだよね。で、これがヒューズか。オン。んで、これか。はい、開きましたね。ここが目的地と。さあ、開きました。さあ、チャプター1みたいな感じだね。ザ・セットアップ。で、特にこの辺なんもないのか。まあ、物資を取って、警察に向かう感じなんだけど。So、what's this place I'm looting? この場所は何かって聞いてるね。バンカーから出る前に本当に注意を払わなかったのね。You're going to the new Citadel Police Department, a fortress of a building that's been occupied by 警察署に行くのだが、ライバルによって占拠されている要塞。
We got word that no one's been in or out of the NCPD in weeks. So you're going to NCPD に誰も出入りしないという情報を入手した。その前に侵入してからのタワごとすべて盗む。Why would they just abandon territory like that? Where'd they all go? なんでそんな領土を放棄するのか。みんなどこに行ったんだって。Just loot the place and get back before dark.まあ略奪してすぐに戻ってくださいって感じだけど、あそこに人いるな。これゲートが閉まってんね。ん？ワンちゃんがいるぞ。待て、あっちに人いたけど関係ねえのかな。マップとかないからね。これ？閉まってる。結構鍵が必要なところが多いな。はい、ここもバスが突っ込んでるけど。なるほどね。バスの先に行くのか。これがバスの先。ほんと海外って感じの道だね。こっちか？はい。これが警察、ん？違うな。こんなきらびやかな警察署ねえよな。ニューエリア。はい。箱があって。いろんな機材があるね。お、マネーキン。Not safe。安全じゃないよって。あ、そういえば。あ、なんかあるぞ。これ？ここに行きたいのか。ロックド。お、ワンちゃん。ヘッドドッグ。Yeah, no fucking chance I'm doing that. そんなことする可能性はない。これ触ってこないとやられんのかな。さあ、ゲートキーを手に入れましたね。ああ、なるほどね。くちゃくちゃ。くちゃくちゃと。君はやんないのかい？ OK。さあ、さらに奥。ってことはワンちゃんも襲ってくんのかな。いずれね。Oh, I think I know why the NCPD's been quiet. I just found its crew. わかった気がする。どんな組を見つけた。顔のないギャングについて聞いたことがあるか。クリアウォーターの大部分を乗っ取ったという情報を入手した。噂では何百人もの会員がいるという。彼らは領土を拡大した、広げた気がする。それを疑わしい。私たちとクリアウォーターの間には3つの地区がある。彼らが町の大部分を占拠するわけがない。とにかく NCPD の隊員が問題にならないと確認したら、そこに入って物資を探してください。自分の任務を思い出すか、新しいスタッフを探し始める。代わりはいくらでもいるよって感じか。まあ、遂行するしかないな、任務を。まあ、物資を取ることが大目的なんでね。ただそれだけ。このギャングでに生き残るには、嫌な予感がしてきたって。やるしかねえんだ。これがポリス。警察署ですね。さあ、入りました。警察署に侵入した。この場所は放棄されてるのかって。ギャングによると、あなたが見つけた物資の半分をチップとして彼らに払う義務があるよう。ああ、貴重なものはその場所から略奪するよと。
警察署で物資を略奪する3つあるんだ。A map of the police station. これはポリス、警察署の地図。必要になるほどここにはいないだろうって言ってるけど、マップが見れることはねえんだ。あ、ピルね。はいはい。貴重な資料というか、持っていくものって明確には言われてないよね。何なんだ？これなんだ。あ、ランダムな戦利品が入った箱。これを持ち帰って補給できると。ああ、これが3分の1だ。なるほど。これを探すの？まあ、戦利品ってなんかこう、本当に水とかそっち系なんだな。本当に他のギャングいねえのかな？あ、鍵だ。オフィスキャビネットキー。開いた。これだ。物資。これで3分の2だね。じゃあこのままいけんのか？あ、ナンバーキーだ。ナンバーキーどっかにあるんか？お、なんだこれ。あー、これか。全然見落としてたわ。で、普通に数字的なのは出てこないよね。とりあえず戻ればいいのか？まあ、じゃないとおかしいよな。7047。来たね。急に数字が出てきて。Looks like a password. Could be valuable.オッケー、開きました。通りで見つからないわけだ。で、okay. お、さらに見つけた。オッケー、ここからゲットアウト。ちょきてんな。ここで配動するのか？しないのか？あ、来てんな。ん？え？シルパシンってやられたね。隠れてたのか。さあ、目が覚めました。あ、全て奪われた。なるほどね。これは悲しいお知らせだな。全てがなくなったぞ。あ、閉められてんだ。They must have barricaded me in here. 違う部屋ね。あ、ついにマップ。んで、マップどうやって見た？あ、なるほどね。ああ、手錠かかってるところを開ければもっと奥へ行けるってこと？あ、あ、ご死体だ。君は何を持ってるんだい？ハンドカフキー。これか。手錠の鍵。さあ、こっからが本番って感じだね。んで、ああ、向こうから出なきゃいけないんだ。遠いね。さあ、来ましたけど、なんかガスが出てるぞ。ああ、カメラで見られている。This isn't good.
カメラが動いてて、あんま見られちゃいけないのか。で、ハンドルか。カメラに見られてるけど別になんてことねえな。で、ご死体があって、君何持ってんだい。ありがとう。開くんかい。まあいいか。とりあえずこの部屋調べて、あー助けが必要って誰だこれ。さっきのラジオ GPS じゃない、ラジオの人じゃないね。道ができてるわ。かといって別に何もない。あ、まさか。すぐに手に入る？ショットギャンヌ。ん？あー、外に出るのって。何もねえか。あ、ハンドリーナ。なんだ？お目覚めですね。救世主って言われている。You never should have come here. ここに来るべきではなかった。Someone there? あ、なんだ、いろんな人が来ている。私たちから隠れられるとでも？ハンドリーナがあるから、まあまあまあ逃げましょうと。え、簡単だな。I need to get the fuck out of here. さあこのバルブをやって、んで、まだ先があるね。No turning back now. なんだこれ。お、ん？ここがストレージか。タスク。はいはい。この、あ、これが行くべき場所。矢印が行くべき場所、ドアで、箱がストレージね。Those masked freaks must be part of the faceless gang. 仮面の変人たちはフェイスレスギャングのうちに違いない。彼らは領土を拡大した。注意してください。侵入者がいますと言われてますよ。皮を剥いた顔を最初に持ってきた人には今週の配給が2倍になると。そうか。皮をひんむかれるんだね。で、こっから。これ左、いや、右から行かないといけないのか。いや、まっすぐのドアを開けたいんだけどって感じか。とりあえずロッカー。あ？Fucked up now! え？あ、いるんかい。なるほど。これは大変ですね。これさ、敵の位置もわかんのか。なるほどな、これ大変だ。ほっ、三発で死ぬ。ん？この中にあんのか。あ、このこれでダメなんだ。ちょっと必要なものが何か見るか。あ、これ、いや違うな。とりあえずハイドしてみるか。あ、いるわ。一回出てみる？これ？んで、こっちから行った方がいいね。あ、で、反対側行った。なるほど。タイミングだ。んで、これね。
これで2つ目。うるさ。鍵だ。バスルーム。待て、二つ、あ、この奥にあんのか。これ、虎ワサミダメっぽいな。ここがハイドか。なるほど。ここじゃねえんだ。スルームってどこ？あ、こっち側か。ロッカールームの方かな。これまずい。Come on, man. I just wanna bash your skull in.から行くのか。音立てちゃったよ。ちょ、待って待って、あ、これか。Should be all of them. Okay, okay. え？どこが開いたの？バスルームで、この先には行けなくて。これだ。 OK, OK. さあ、ここもどうせ、あれ、もうダメなんだ。盗むよりもはるかに楽しい遊び方がある。ベースレスギャングより。If you can see through that camera, why not just tell your crew where I am? Save time for the both of us. どこにいるのかって。Where's the fun in that? Let's see how far you get. どこまで行けるか試してみましょうって。まあ、来いよって感じだな。で、今いるのが、ブレイクルーム。で、これがドキュメントルーム。これはラジオ。ユーズ。Lucy, can you hear me? あれ、繋がんない。あ、繋がった。何時間もだったよって。I got set up. Seriously? We're gonna fix this. できるだけ早くここに戻ってくださいって言ってる。私たち解決するから。Yeah, sure. すごいなんか絶望的な感じだね。主人公の感じ。私を信頼してねって言ってめちゃくちゃになったような気がする。これ何？テイクアンクルフェイセストークン。うん、でいろいろいけるんだが、ここは鍵がかかってて、こっちはいけると。ここもいけるんだ。ああ、しゃがみでいけるな。ってことは、ああ、向こうに行きたい。けど、ここがかかってるね。で、ここは番号。何かしら番号が必要だと。ここも鍵だもんね。まあ、閉まってるところありつつ、とりあえず向こうでなんか得るんだろうな。行きましょう。
アンチみたいな感じか。いいカードだ。ここはライター。明るくなるのか。1ドル、買えるんだ。あ、ヒューズだ。戦うのか。うるさい。サプレッサーと、これなんだ。ただもうまだ買えないか。コイン入れる場所どこ。まあ一旦スルーでいいか。あ、これ何、ストレージ。I could light some of these candles to know where I've been。とりあえず入ってみてだね。長っ。はいはい。ここでちょっとライターで明るくしつつ。特に。Just passing through, brother. こいつは仲間？ Not looking for trouble. 通り過ぎているだけ。トラブルを探しているわけではありません。なんだこいつ。ああ、わかった。213。2131。あっちのナンバーか。なるほどな。ベロベロのくせにやりよるの。この奥はマネーキン出て。お、しようなもんない。ここは開かないんだ。まあナンバーは分かってるので。あ、2階があるわ。 God damn it. It's completely barricaded. There's no getting through all that. 通り抜けることは不可能。とりあえず戻って熊岡通ります。これだ。2131。え、ここじゃないの。うまく通ります。あ、とりあえず2回行ってみましょうか。これは？あー、ここのか。なんだ。31。OK。紛らしいな。ハンドル、金庫は来ましたね。あ、出た、キーカードだ。ノースペース、コインなんとかしてえけどな。ショットガン捨てる？捨てちゃうか。はい、めちゃくちゃ大事だったかもしれないけど進めない方が嫌だね。お、前から大暴れだね。酒飲みすぎだね。Damn freaks. もう着いた。ん？か。こっちだね。熊岡通ります。さあ、到着キーカード。え？ここには何が？これスイッチ？どっかのドア。あー、数字か。あ？違うか。5。いや、どの数字だ？壁の数字かな？
5379か5279。面白いね、このギミック。あれ、酔っ払いがいる。喋れない。どこにいるんだって。追いかけてきたあの男のよう。急いでここから出なきゃいけない。5379。じゃあ52。あ、これ向こうになんかいる？ああ、実績か。え？これ7、あ、違うわ、いっぱいあるな。0。ああ、5桁か。53709か。7、0、9。で、これが実績で。はい。うわー、ここでショットギャンヌだ。サーナーショットガン。It'll wake the whole building up. ゼロ発。Could save my life if I get cornered. ここに入れて。マジかー。捨てた弾って落ちてねえよな、多分。Could give this new shotgun a little test. 弾があって。人がいるぞ。ん？いたいた。ついた。これどこだっけ？あ、そこだ。これだな。オッケーオッケー。さて、この白なんだ。あ、これか。あ、トークンだ。なるほどね。敵もいる感じだね。あー、これハイド。トークン置いとく。あとはね、とりあえず置いといて、これリロードしよっか。あ、いるな。ちょっと待って。はいはい。あ、ゲートあるわ。マンガスエグジットライ。二人いるな。これくるっと回るか。緑のなんだろう。はいはい。これちっちゃい赤なんだ。カメラか。あー、なるほどね。ライティングだ。うわ、敵来てんな。ちょっと待って。なるほど、この部屋の中にもいると。わ、それまずい。あー、なかなかですね。でも二人とも言ってくれるとありがてえ。意外とバレない。
この壁の向こう側だな、大きいやつは。はいはいはい、なるほど。女性はぐるっと回っていくスタイルで、あ、こっち来んなよ。さっきの煙んとこかな。はいはい、で向こうにも赤ポチあるからカメラがあるんだろうな。で女性が右に行った時に、でもこっちにもいるな。あ、ファイヤーだ。なんだあれ。いや、カメラもあるな。どこが正解だ？あ、まずい。近。あれ？こっちか。うわ、マジ？おお、ギリギリセーフ。ちょっと待って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 。回復薬ねえんだよな。どういうあれか見よう。ファイヤーがここで、でも言っといた方がいいよね。ダッシュは、ファイヤー、ここは注射器あるわ。ラッキー、これ使っちゃうか。違うな、使えねえぞ。とりあえず入っちゃおう。あれ、死んでる。はいはい、次のエリアね。なんとか行きましたね。How are you enjoying your stay?ご滞在はいかがですかと。友好的に過ごしたことを願っている。激おこですね。駅のこちら側から地下にボールが入ってきている。立ち入り禁止。さあ到着しました。あ、チャプター2だ。で、これは取れるの？Looks like the NCPD was built on top of an old army base. 今はエレベーターに乗ってきたところ、エリア、え、あ、アリーナって場所だね。お、これはゲートキー。空の針。あー、鎮痛剤と組み合わせることが可能なんだ。とりあえずじゃあこれ置いとくか。はい。で、ここは乗組員のメモ。あのサイコボブが暴走してビッグボーイを盗んでしまった。彼は街中で暴れ回っており、ここで立ち寄るのはガソリンを入れるためだけなので、殺されそうになる場合以外は地下駐車場には近づかないでください。私たちが仕掛けた爆弾製造用具はすべてあのクソ野郎がその中で窒息するまで放っておいてください。TJ。誰だ ?TJ。なんかでっけえのがいるってことか？お、なんだ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 ？スペシウム光線が出てるぞ。あれ。
ビッグボーイというやつ。訪問者がいるっつって、戦車か、ただの戦車だ。出てこいって言ってるね。
よしよしよし。燃えましたね。ん？ああ、思ったよりあなたはタフですって言ってんだ。ただ潰すだけなんて気にしないのか。奴らの誰かが単純な言葉を扱えるならとにかくやめた方がいいよ。どっか開いたのか。あ、こっちじゃねえ。あ、これか。あ、この階段。え、あ、これか。ニューエリアだ。Lucy, can you hear me? I need some backup. Anything. バックアップが必要ですって言ってる。あ、ルーシーがもう連絡が取れないね。Oh, damn. Probably not gonna get a signal while in the basement. あ、箱がある。今は別にいっか。この先行けなくて、ここがパワールーム。で、こっちは変なスイッチがあるな。パワーが入ってないと。今行けるのはこの廊下周りだけ。こっち扉か。あ、でも。あ、行けるわ。他にはないね。メンタマッチョ5つ。ゲート開くな。これは？ここで行方不明になってから数週間後に見つけた。この場所に鍵をかけて全てのドアに乗り込んでください。我々の仲間の一人を、もう冷やしただけなら彼らを殺さなきゃいけないみたいな感じかな。それにしてもこのクソ野郎は一体何で生きているんだ。本物のジョーンズはこの場所に乗り込んでみんなに外に出ないように伝えてください。EJ。EJ っていうのがな、気になるよな。この、大ボスなのか。とりあえず、電気がないと。これはヒューズ。あ、これだ。で、とりあえずコインを入れて。オッケー。こっちも行けちゃうんだ。ああ。こっちは。ああ、なるほどね。多分あの、映写機動かせば数字が出てくるのでは。ああ。最初の部屋のスイッチか。パワールームのスイッチ。順番があるのか。順番があるのか。HA2A3。これ、あ、H で、どっかに H って書いてあるのか。数字が書いてないね。何かはめるのか？お、ファイアアラームやったら何かが動いたぞ。A2やると中央消えるんだ。あ、ここも開けられるじゃん。あった。
ここは何番だ？ハイド。あ、何かが動く。あ、A さんが動いたな。なんか目ん玉があるぞ。あれ、誰ですか？ダークトゥース。こちらがダークトゥースか。トゥース。なるほどな、順番か。お、開いた。これで、1番か。あれ ?3 番も。ちょっと待って、これを預けて。メンタマッチョ光る銅像。A さんやってみるか。フィルムだ。なんだ、今度は。あー、なんかもうすごいな、これ文字が。最初の地球はとても深く根を張って、土地とそのすべての砦を保持した。二つ目はとても明るい炎で全力で暖かさと光をもたらした。三番目は非常に高い波で近くにいるすべての、と、だから、地、炎、水、風。地、炎、水、風。んー、それを何で表してんだ？あー。どれが何かだな。水でしょ？あー、炎。これと、向き合って、逆か？あ、なるほどね。OK。これでフィルムがゲットで、A の位置上げて、お ?9015。なんだ、チェーンソー振りましてんのか。おい、閉まんなよ。おそらくダークトゥースがいるエリアだと思われますが、トークンがめちゃくちゃあんだよな。これショットギャンヌ使う感じか。いるんかな。死体だらけだけど、ハイド。ああ、あ、敵もいるな。徘徊の仕方を見よう。この緑のところにおそらくバルブかなんかがあるのだろうが。はいはい。あれ？来てない？目の前にいたな。
チェーンソー振り回してる。向こう行った。暗くて分からんな。これ？全然わかんない。なるほど、扉があるんだ。でもう一個向こうにあるっぽいな。チェックして、でこれだ。この辺にある。え？うわー、マジ捨てるか。に来てんね。で、おそらく向こうに行くので、あーでも向こう行っちゃったな。これはちょっとゆっくり経過を見るしかねえ。あーでも暗闇でもなんか行けそうな。道があるんだこっち。あー向こうがロの字になってるのかな。でこっち来るでしょ。入ってくるか。オッケー。で、ここにヒューズ入れてバチコン。はいはい。で、これ開ければいいのか。いいね。ヒューズ。で、シナモネ今どこら辺だ。あー結構奥行ったんだな。でも奥から攻めていかないと丸獅子のとこ行けないもんね。でここにゲートがあって、注意してください。日没まで1時間、侵入者がキリキリ迫れない場合はバンカーに鍵をかけて放置する。うん、なんかみんなも切羽詰まってる感じだな。あ、トークンの場所だ。なんか買うか。うるせえな。これ買いたいけどな。てか買うの？あ、ここか。あ。5枚必要？ 2、あ、買えるか。んで、サプレッサーとショットガン。でもショットガンの弾もさ、出てんだよな、どんどん。まあ、いっか。で、
使いどころがわかんねえよな。ガンガン使ってっていいのか。はい、これでいけるようになりましたと。あ、パーティー会場か。なんだ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 。あー、結構徘徊してそうな感じだな。ドゥン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 。なんだ、何かがありそうなんだけど。白の点はなんだ、これ、あ、これか、あ、トークンか、あ、これか、なるほどな。はいはい、でもそこにいるな。こいつを回避しなきゃいけない。ここに行くのか。あいつ回避できんのか。あ、来るな。この上三角なんだ。上にいるよってことか。人見えなかったな。マジ？オッケー。お、すげえスローになってるね。はいはい。はい。この先には上にいるんだよね。あ、上だ上だ。オッケーオッケー。ここはステルスだけだったね。お、あるな。オークン入れといて、下も行けるんだ。ちょっと待てよ、下行けるの、まあ、とりあえず上でいいか。で、そこいるっぺーな。アドレナリン。なるほどね、うっすげー。キーカード、なんだこれ。アドレナリンとかいらねえな。めっちゃいるよ。で、下行くか。ああ、なるほどね。これか？いけるんだ。わ、めっちゃいるじゃん。お、なんだ？
上か。めっちゃ地形。ああ。93。これ上か。あいつどうしんやな。なんとかせえ。押したか。まだ向こう行った。あ、そこだな。あ？うら。爆弾が。敵いないのか。いねえな。動かさなきゃいけない。ロック。電磁ロックがかかってるから。これいけねえじゃん。I got no time, so this bullshit. ちょっと待てよ。これか。I'm hungover as shit.あ、 あと1個。これか。敵の位置見て。地形な。これでいけるから、よしよし。結構ここもシビアだったな。お、セーフポイント的なね。うるせえな。でここからだから、そのまま行けばいいのか。行ける場所は、あー、でも下があるな。下行ってみるか。この上と下で何か。うわ、犬の鳴き声するぞ。マジ？ワンちゃんとやる系か。なんか開いた。めっちゃいるやん。あいつ関係ねえのか。バルブ。なんだ。ガスだ。あ、死ぬ。なるほどな。ガスマスクが必要だと。あ、ワンちゃんいるじゃん。ワンちゃんがいなくなるまで。とりあえずこれ右はいけないよね。ワンちゃんの動きついてる。上に行けそうだな。
徘徊してるやつもいるね。ゲートは彼らの製品を遠ざけるように見える。うわ、ロッカーからキー、コントロールステージのメンテナンスロッカーからキーを入手してください。あ、ガスコントロールストレージか。そこに人がいる。で、こっちがいけない。バスの通りだ。もう右に行ってんのか。あ、あった。なるほど。あ、こっちにもあるじゃん。これ使う。あー、これで行くんだ。ん？あ、カウントね。3秒カウント。まあ、ガスマスクあればこっちのもいいよ。ん？何があるんだ？これ何？パインキラーズ？これさ、あったね。あ、回復。組み合わせ可能だって。まあ、持っとくか。あ、これさ、戻るだけじゃね？あ、ワンちゃんいるじゃん。ああ、で、向こうに来なさいよって話か。ここまだガスマスクいけないもんね。あ、ここは？ちょっと待って、これさ、時間で開くのかな。ワンチャンあるな。開いてるわ。なるほどな。これ使っといて、ガスマスクないとここがいけねえよって感じか。で、こっちか。はいはい。あ、なんかあるな、バルブ。4、これなんだ。ガス制御および貯蔵室がオン。ガスポンプオン。4のレクリエーションルームオフとか。1つ、6段ごとに1つのエリアのみをバージします。これ触れないんだよね。あ、4か5。とりあえず4やってみるか。何か。お気に召さない。ん？戻った方がいいのか。とりあえず鍵手に入れたけど。複製室の鍵どこだ。それここだ。はいはいはい。で、またガスマスク使って、バルブあれ呼んでよかったのかな。
ちょっと待って。同じ境遇の人がいるんだけど。これ使えないから、とりあえず見ていくしかない。回ってんのでも。うん、ブチ切れてるけど。まあでも上いけるね。さあ上来まして、ただ上もガス充満してるよな。そんなことねえんだ。で、一応何もない。これは？ああ、行けるんだ、ニューエリア。なるほどね。ああ、でも充満してるエリアがあるな、まだ。ここから先もガス使いそうだね。ことはあった方がいいな。I'm surprised you've made it this far. You've had a lot of time to just tell your gang where I am. 居場所を伝えるだけで十分な時間があったのに。Oh, I'm not worried.心配ないよ。このトンネルの先には光がないから。さあ、それを聞かせてください。ああ、なるほどね。もう始まるんだ。ガスマスクゾーンが。で、こっからはどういう感じなんだろうな。ただ、もう GPS 使えないから、あ、ガスバルブを3つ。あるじゃん。あー。なるほど。いるな。移動しといて。Stop being such a tease and come out. 逆回りすると遭遇しそうでやだよね。そういうことか。はいはいはい、こういうやり方ね。あと2つと。ただこっちが出口だ。ここにいるな。ここにいますね。カモンつってる。こっち来なきゃいいけど。来ないね。いや、来るね。ってことはそこやっちゃうか。いや、当たるな。いるんかい。ただ多分そっちだよな。まあ、ついていくしかねえな。
うん、はいはい、多分ここら辺だ。そのエリアの、あ、あるね。いや、いるな、そこ。ここには来ないんだよね、多分。オッケー、走っちゃえ。こっちか。お、ニューエリアになってる。いいですね。楽しいよ。だって外へ出ましたけど、電源を入れないと。あ、エイドキットだ。乗組員のメモ、ライフルを積み込みベイの外に持ち出す必要はない。忍び込んで食料を食べ続けるネズミを撃破するためにライフルが必要。自分が賢いと思っているならそうではない。それを受け取った瞬間にあなたは閉じ込められてしまう。ライフル使えんの？楽しそうだね。あ、これ？ショットギャンヌ、もうあれか？ちょっと待って。でも一発しかないんだよね。ガスマスクいらんのかな？ストアに入れて、回復もいっか。何、一発ずつ？マジでいってる？ライターいらん？そうするか。三発。なるほどね。楽しそう、なんかあるね。これか。行くぜ。暗っ。Congratulations. お、おめでとうございます。ここまでたどり着きました。こんな長生きするとは思っていなかった。で、バカ殿のバカ息子みたいなやつが言ってんな。DJ なんか。最後に、ああ、すぐ知らないゲストが来たよーっつって。はライフルか。どういう、あ、ちょっと待って、スイッチあるぞ。あれか、これはもう、あ、端っこでもダメだ。なるほどね。どれ撃つんだ。ちょっと待って、横向くとこのレーザー銃が、あ、開いた、これだ。何が開くんだ。あ、あれか。あ、おお、なるほど、爆発するんだ。おうおうおう、あ、緑なんだね。開いてない？オッケー。お、弾ある。オッケー。どっか開くか？なんだ？おー、ファイヤー。ここ大丈夫か？あ、あそこ。やばいやばい。おお、なんだなんだ、そういう感じ。
お、クロスするんかい。あ、ちょっと待って。 OK。 あ、弾は永遠にくれるんだ。これ結構長えな。またか、ランニングマシーン。あ、そこ開いた。なるほどね。でも行きづらいな、ここ。ちょっとここも待とうか、一回。またあれか。あれ、絶対今当たったっしょ。はいはい。あ、やばい。弾一生出てくるじゃん。これはラッキーな。で、これか。あれ邪魔だな。ファイヤーか。あ、そこだ。邪魔。OK。 これ同じだね、パツーンとしては。なるほどなるほどなるほど。弾欲しい。あと3箇所。あ、ちょっと待って、次これか。違うっぽい。あ、開いてんのか。あと1箇所。いや、ここは難しいな。ちょっと一旦もうルール分かったので、角度がついてるところでちゃんとやろう。いや、おもろ。よっさ。あんまねえ。あそこ行けそう。 OK。 あと1個じゃん。OK。 ナイスです。気持ちいいね。ここにも弾ある。ラッキー。ああ、こっちか。もう弾は、こんな、あ、持ってねえんだ。ん？え？おさらば？悲しい。マジで言ってる？ピンポリンコ。はい、ニューエリア。いや、面白かったな今の。ノリノリだった。 Hey, Lucy. Can you hear me? ルシー、聞こえますか？ Where the fuck are you? We're locking down the shelter right now. 一体どこにいるの？ただいま避難所を閉鎖している。 I'm not gonna make it. うまくいかない。So sorry.
え、謝んなよ。助からないのか。チャプター3、タイムズアップ。さあ、開きましたけど、また何やら。あ、でもアイテムがあるな。いいね。さて、こいつをぶっ壊さないといけないのか。これ鍵？手に取ると何かしらだな。イーストウィングは我々がこの場所を盗んだギャングによって鎖で繋がれている。すべてを破損するのは気にしない。やりたくなかったらオフィスの工具キャビネットからボルト型を取り出してください。気づかなかった場合に備えてそれを開くための鍵はメモのすぐ隣にあります。今の鍵がそうか。で、ここどこ？ブレイクルーム。で、とりあえずこっちってこと？わかんない。なんだあれ。It's beginning. これがロッカー。なんで？いや、わからなかった。これを開けなきゃいけないのか。開けるにはどうしたらいいんだ。とりあえず向こう側行こうか。ニューエリア。あ、ライトだ。ここに来てライト。箱があるな。ライターじゃあいらんな。ライター持ってねえか。ここに来てライト。いや、使えないんだ。食堂かこれ。なんだこれ。お腹でっかちゃんだな。何があるんだ。あれ、こいつ死んどるやん。酒飲み。ニューエリア、ちょっと待って。ああ、でもないか。さあ、またバッグもあるけど、とりあえずキャビネットキー、ツールキャビネット。ああ、とりあえず1階まで戻ってきたんだ。ちょっと間。あ、いるんだ。なるほどね。向こう側に帰ってダメだな。暗いけど。これ戻るしかねえのか。ちょっと離れたらにするかな。こいつ邪魔だな。暗くてもいけるもんだな。こっちから行けたっけ。あ、行けねえわ。
こいつってこんなとこにいたっけ。これずるくね。なるほどな。もう行くしかねえんだ。で、どこ行くんだ。で、そうだろ、地下。おー、ニューエリア。結局走り切っちゃうっていうね。んで、バックアウト。もう一回使っちゃうか。でさ、こって懐かしいのか。ここ通ってないもんね。で、ここ開かない。使えなくなってる。なんだ、奥まで行くのか。あー、そうね、奥から行かないとダメなのか。鎖が行けんので、こんにちは。あ、ホールドか。貯金帳。いや、行けたね。さあ、今度明るいぞ。で、パワールーム。これはなんだ。ああ。一応ね。ただ、電力がどうのこうのっていうパワールームじゃないのか。とりあえず行けるな。違うね。で、突き当たり、全部開かない？こっちはいけるんだ。あー、なんだなんだ。1、2、3、4、5、6、7、8で、これで開くのか。開いてるわ。この受刑者は事件に関与した疑いがあるため、裁判の期日まで拘留されることになる。偽造の犯罪。札束か。悪いことしちゃいけないよ。この受刑者は盗難。悪いことしちゃいけないよ。これ全部開けれるな、じゃあ。墓荒らし。自動車過失致死罪。この人は放火。ドラッグか。麻薬所持。ああ、ストーカー。殺人。シンプルだな。あ、なんかあるわ。ああ、
無罪の罪で告発された者たちを釈放してくださいと。商売に熟練した職人、幻想を作り避けるべき真実っていうのが、紙幣の偽造紙幣かな。道に迷い酩酊した霧が、これが自動車過失かもしれんね。で、人影が潜み、計画を隠蔽され、深い影の中で標的が明らかになったっていうのがストーカーでしょ。命は消え、秘密は明らかとなり、闇の中に宿り物語が。これは多分命が消えだから殺人だな。殺人が1。これ自動車過失致死だな。何番 ?1 が殺人、5でしょ。で、殺が2。で、これか。7か。ストーカー。1、2?1、2、5、7。違うか。1、2、5、7。あ、来たわ。逆でしたね。よし。ホールド。さて。またアンチだな。よし。OK で。ここ使えないね。で。こっち行って。ウェイティング。あ、いるな。あ、使えないんだ。ただ目的地の。反対から行った方がいいか。いるね。さまよえる子羊たちが。行けちゃうね。これ4つあるんだ。全部を真ん中に向けろってことか。ただどっかに これか。2番と込むしかねえか。あった。4でしょ。3がどっかにあるな。ここら辺な気がする。あ、今んとこかも。
違かった。とりあえずそんな早くねえからガンガン行くか。真ん中っぽいよね。いました。さあこれは、あ、もう出れるじゃん。あとちょっと。もうほぼ外や。あ、これか。え、なんかすごいことになってるけど。でもこれだけでいいか。なんだなんだ、こっちは。あ、上登れるぞ。ちょっと待って、行けねえのか。あ、じゃあ上登るしかない。あの上になんかあるの。結構登らないかんのかこれ。すごいことになってんな。援護射撃をしてくれてんのか。え、わかんない。怖くんだ。え、ここしかないか。ないね。もうこれ下がるしかねえんだ。これで脱出ができるのか。いや、ちょっとヒヤヒヤというか、ハラハラというか、面白いですね。ゲートがあって、あ、何もここには入れないけど、このゲート開くのか。あ、これ開くわ。なんかすんげえぐる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 言うてますけど、あ、いけるんだ。ニューエリア、どっかいる。なんだなんだ、これ変えねえな。まあいいか。なんか戦うペーね。ん？ジョーブレーカークラスセーブ兵器を見つけた。あ、10分以内で消滅する。核が残ってる場合は戦術核兵器を配備する許可を。パソコンなんか光ってるぞ。これとんでもねえな。で、おお、いるじゃん。おお、これどうすんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、いて、こっ
っち回ってきてんな。戦車か。あ、あれだ。なるほどね。5発食らわしゃいんだ。これじゃない。これじゃねえのか。あ、これか。面白。オッケー。当てるぜー。はいはい、あっちの方ね。あと3発だから遠いとこから持ってった方がいい気がするな。スタミナが激しいね。こっちに1個あって、さあ三発、そっちにもあるな。どこだい？こっちかい？爆発がすごいね。あ、これ違いと光だった。待って、体力的に2か。まだいい。遠いな。真ん中にはあるのかもしれないけど。どこに？真ん中はやっぱり危険地帯なんだな。オッケー、あと2発目の前だぜ。打ちかまします。ドン。ちょっと待って、これは回復しちゃおう。おぶれ。とりあえずあと3機あるからまだいいね。さあ、あと1発です。10分と言わず5分でやったりましょう。はい、あと一発です。怪物よ、おさらば。君の戦いたかった、もっと。オッケー。こいつかっちょいのにな。生物兵器を殺害したところ、彼を収容すべきでしょうか。I've done it. I've survived. What now? I've made it out, but I've got nowhere to go. Someone set me up. どこも行くとこがないって言ってんだ。
No matter how long it takes. 誰かが私をはめたので、どれか時間があっても誰かを追跡する必要がある。So it's time to establish my own crew. One that's loyal to me. 新しい城塞として生き残った。This. 私に忠実な乗組員を確立する時が来た。これから私の復讐が始まると。1っていうのは新しいギャングの人数ってことかな。自分一人目ができたってことなのかな。まあとりあえずその帰りとしてはね、物資を確保するっていう下っ端の動きをしていたんだけど、その警察に入った時に、そこの組織に狙われた、あの違うギャングに狙われてしまったっていうところで、誰かにいないはずだったのに狙われたので誰かに仕組まれてるんだよねっていう疑いがあって、で最終的に逃げ出したけど、もう僕にはそのギャングに戻ることもなく、自分で新たな、メンバーを引き連れて戦うべきだというふうなことを言ってるんじゃないかなと思います。とてもこの、そうだな、ホラーゲームというかサバイバルホラーゲームと言った方がいいのかな。ギャングとの抗争と、まあ、そこにいる、まあ、とんでもねえ化け物というかね、いろんな生物兵器とか、そんな世界が2028年に起こるという設定のお話でした。とても面白かったですね。ギミックがとても凝っていて、それぞれのエリアに入っていくたびにいろいろね、ギミックが、それぞれ違うギミックがあって、とても有意義な、ホラーゲームでした。というわけで、今回は最新作のホラーゲーム、ジョーブレイカーをやらせていただきました。楽しかったです。皆さんはいかがだったでしょうか？噛みそうだね。噛んでたね。いかがだったでしょうか？もしよかったらね、コメントとかいただけたら嬉しいです。ここが面白かったよとか、このゲームいいねとかね、いろんなどんな感想でもいいので、ぜひコメントをください。というわけで、今回この辺で終わりです。皆さん、良き夜をお過ごしください。